よし。見てらっしゃい。カラクリ工房パーペチュアル到着。あれ、ジェパードはここで公演があるって言ってなかった？彼はたまにと言っていた。肝心なところを聞き逃してどうする。じゃ、見たかったのに。ところでさ、あれ見て。さっきから突っ込みたかったんだけど、この街って変じゃない？なんで加熱器が家の外にあるんだろう。普通暖房器具って屋内にあるものじゃないの？だとしたら、この街の喧騒者たちは随分単純な思考回路してるみたいだね。性格がもたらした災害はこんなちっぽけな加熱器で防げるものではない。壊れた加熱器相手に結構しゃべるじゃん。うわ、かっこいいお姉さんだ。どうも、私はセーバル、このからくり工房のオーナーだ。壊れた設備があったら私のところにおいで。修理する気分になるかどうかは保証できないけど。いやいや、ちょっとこの加熱器に興味が湧いただけで。加熱器に興味？普通の自炊暖房じゃん。行政区のどこに行っても見られるでしょう。初めて？あ、わかった。口の軽いシルバーメインから聞いた係屋が数名のよそ者に会ったって話、あんたたちのことだったのか。これは珍しいお客さんだ。さあさ、加熱器のことでも何でもお姉さんが全部教えてやるよ。Thank you.
これは知る人ぞ知る問題だ。まずは自己紹介を。私はシルバーメインの情報官、そしてこたびのベロブルグ歴史の旅で臨時ガイド役をテラとお呼びください。ベラお姉さん。一部の大人はさりげなく子供の真似をしないでください。ではご覧ください。こちらが常冬の日です。偉大なる剣奏者を記念するために建てられました。剣奏者はアイオン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し、壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで、人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。そして今に至ってもなお、彼らはこの町を管理しておられるのです。常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶。この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣奏者たちの精神を象徴しています。他に質問はありますか？他に質問はありますか？その質問は研究部の専門家たちにした方がいいですね。彼らも正確な回答は用意できないと思いますが、寒波はただの自然災害ではないようです。100年前の気象記録でもその発生原因は説明できませんでした。要するにベロブルグの科学者たちを何世紀も悩ませた難題ということですね。剣奏者はアイオン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し、壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで、人類の文明は滅びの運命から逃れることができました。つまり、剣奏者はベロブルグの礎であり、救世主でもあります。そして今に至ってもなお、彼らはこの町を管理しておられるのです。素材のことですか？色を変えた地髄です。地髄の色は加工時の温度に影響されるんです。常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶。この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣奏者たちの精神を象徴しています。子供たちは他に聞きたいことはありますか？ゆっくりでいいですよ。時間ならたくさんありますので。Thank you.
列全然動かないじゃない。一体いつまで待てばいいのよ。どうしよう、私を助けられるのは守護者様しか。Thank you.
Thank you.